い、というわけで倉敷駅前の倉敷センター街に今日は来ております。時刻は23時、2022年1月の元旦でございます。で今日はね、倉敷に来てんですけど、もう馴染みのね場所です、僕にとって。でまあ幼稚園の頃とかね、この近くにある鶴ヶ山山の上にある阿智神社っていうところにねよく行ったんですけども、今回はちょっとその阿智神社に行ってみようかなと思います。もうね、大きくなってなかなか行くことはねなくなったんですよね、そのお正月とか、まあ、撮影とかでね去年とか一昨年とかお世話になったんですけど、ちょっと改めてねこのお正月に行ってみようかなと思います。でまたね、ちょっと足腰の悪い方とか、社会的ご時世で、参拝ね行けない方のためにこの動画でお伝えできたらなと思いまして公開させていただきます。でこれが恵比寿通り商店街になってます。ちょっと歩いていきます。でこの恵比寿通り商店街を越えると、目的地に到着するんですけども、とりあえず先に進んでいきます。この辺がね、恵比寿町というエリアです。まあ、そういう形で、まあ、恵比寿通りっていう名前になってるんでしょうね。で、こっち側がね、まあ、飲み屋街になってます。今日はやってるとこもあるみたいですね。ちょっとね、この辺ネオンが落ち着いた感じになってますけども、でこの先に行けば阿智神社に到着します。こちらですね、阿智神社です。
ですね、なんか書いてますね。正月祭礼ですか。ここからね行くことはできるんですけど、まあ、裏手になるのかな、本殿の裏手になるので、ちょっとあの、まあ、美観地区の方から行きましょう。せっかくなので、ここからがね、あの美観地区入ります。今日あのなるべく完全ノーカットで、お届けしようかなと思います。特にあのテロップとか、音楽も入れることなく、もうなんか皆さんとねこうやって歩きながら、まあ、歩きながらというか一緒に参拝してるようなね気分になっていただけたらという意味を込めまして、ちょっと、まあ、手抜きじゃないですけどお届けしようか、簡単な感じでお届けしようかなと思います。この辺がね、あの美観地区の入り口なんですけども、もうこの辺はね昼間になるとちょっとスイーツのお店あったりね、あの若者でも入りやすいようなお店がたくさんあります。でこのね夜のライトアップも綺麗だったりするんですけども、今日はお正月なのでちょっと落ち着いた感じになっています。まあね、この辺、ここの通りがね、本通りかな、本町かな、どっちか忘れたんですけども、まあ、この今、目線の位置よりちょっと下にね、あの街灯みたいなのがあるんですけども、これがちょっと印象的なエリアであって、写真を撮られる方が多かったり、あの電柱がね、電柱というか、電線が地中にあるんで、結構まあ昼間でも、もうその昔の雰囲気を醸し出したよ、出すようなね写真が撮れたりするんですけども、もう少しですね、もう少し行けば八神社入ります。ここでございます。ちょっと分かりにくいですけども、こちらになります。
と上がっていきましょう。きついですけど、これ登っていく感じです。感染症対策の関係で、ちょっとシンプルな感じになっています。行ってみましょう。入り口って書いてます。倉敷合北神社、たくさん神社ありますね。こっちにも綺麗なライトアップが、ライトアップというかイルミネーションかな、ありますね。お賽銭を投げて福鈴を鳴らそう。福鈴、この中、なるほどね。この中にお賽銭を投げて福鈴を、当たったらいいみたいな。じゃあ行きましょう。ちょっとあれ、ちょっともう一回ぐらい行こう。はい、今年もよろしくお願いします。福鈴ということですね。はい、じゃあちょっとぐるっと見ていきましょう。まあ、その都度その都度ね、皆さん思いを込めて、この2022年を、ね、まあ、お祈りというか、まあ、祈願を、してください。
さん神社があります。神社というか鳥居があります。で、この先ほどね、あの恵比寿通り商店街を抜けた入り口があったんですけども、本当はここから、まあ、裏から来れるんですよね。裏から来れるんですけども、まあちょっとあれなので今日は正面から来ました。美味しい甘酒。で、まあ、この神社の本殿にはそのお賽銭箱みたいなのはないんですね。この上に乗すお米はこちら。いや、お金もお供えしてますね。じゃあちょっとお供えできます。お米をお供えしたい。じゃあ祈りましょう。私もよろしくお願いします。はい、八神社でございます。で、まあ、これ終わったらちょっとね、あの毎度なんですけども、ここからの美観地区の景色がいいということで有名なんですけども、この上にもこれあったかな。でも綺麗になったよ。だから今年は寅年になるので、これがあの美観地区の眺めでございます。ちょっとね、あの暗いのでちょっと分かりにくいですけど、昼間見たらね、白壁の町だっていうような、のがもろに分かるんですけども、夜がちょっと暗いとなかなか分かりにくい感じになってますけど、結構ね、肉眼では綺麗な明かりがね見えます。よし、はい、というわけで今日はこんな感じでお届けしました。まあ、その最上稲荷みたいにめちゃめちゃ大きいわけじゃないですけど、まあ、この山の上に、鶴形山の上にね、この阿智神社があるということで、昔よく行ってました。で、まあ、今年もね、このお正月の元旦に行くことができてよかったかなと思います。で、またこのね動画を見て行きたかったけどね、行けなかった、行けれないという方ね、本当にあの行った気分になっていただけたらと思います。はい、以上、倉敷市鶴形の阿智神社からお届けしました。また今年もよろしくお願いします。それでは失礼します。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。